取っちゃダメ。皆さんこんにちは、無理やりです。はい、ちょっとね、最近動画ちゃんと撮れてなくてごめんなさい。今寝癖直し中で、ちょっと今日家に帰なきゃいけなくてですね、今実家に来てて、すごいなんか左だけ神々しいんですけど、部屋ごと新居に引っ越すんですけれども、とりあえず時代が時代なんですよね。いろんななんか本が出てきて、私の癒しである、ちょっと見えてるかもしれないんですけど、とある俳優さんがいて、そうなんですよ、これジュノンに乗ってるので、ニッシーがすごいでかい、この俳優さんが乗ってるので、ちょっと恋をしていきたいと思います。痛かったらもう今すぐ止めてください、大丈夫です。結構ね、ジュノンに昔から、まあもちろん乗ってる方なんですが、私本当にね大好きで、昔からで、普通に、なんて言うんだろう、まあご本人ともお会いしたことももちろんあるんですけど、超一目惚れでずっと好きなんですよ。ただ森崎がちょっと乙女になってキャーっていうだけの、この引っ越し間際の暇つぶしなんで、ちょっと本当に許してください。女心がわからない男子の激アツ恋愛感、恋 vs 友情。俺の場合、友達と同じ人を好きになったら、そこは正々堂々恨みっこなしで、お互いに好きな相手に気持ちを伝えればいいんじゃないかな。ほう、僕自身20年近く続いている友情はあるけど、20年も続くような恋愛はまだ経験したことがないし、かー、もう全然ときめくポイントないけど、なんかすごいかっこよく、いいこと言ってる、かっけー、もうすべてがもう台本、かっこいいっす、かっこいいっす、やんぱねー。僕の場合、友達として気が合う女性と恋愛として意識する女性とあからさまに接し方が違うので、周りからも分かりやすいと思います。どうしよう、優しくされたらどうしようごめんなさい、ほんとキモいでしょ、ほんとキモかったらマジ止めてね、ほんとキモいからごめんね。もうね、引っ越しストレスなんだよ、もうほんとに。もうなんかこうちゃんもね、もうね、妄想していいよって言ってんだけどね、私妄想が止まらないから、本当にもう本当、まあ2人で引っ越すんですけど、無事に引っ越すんで大丈夫です、そこ安心してください。もうダメなの、私この人好きすぎて、こうちゃんが本当毎回俺はあいつになれないからなっていうぐらい好きなんですけどかっこいい。ちょっとじゃあこちらを見たいと思います。ね、かっこいい、ちょっと次のページすごい見てくるじゃん、どうしよう、かっこいい、あーかっこいい、あー無理。僕の初恋の人と親友のわっちゃんが高校の頃付き合ってたとか親友の裏切りやべえ。正直なところちょっと信頼度落ちますよね。友情は続くとしても、こいつ女のことになったら俺のこと裏切りよるなと思って、裏切りよるな。好きな人ができたら一応一途関東って、一途関東、もう方言大好き。一途関東って感じで話すくらいで、あとは一途関東じゃなくて一途関東かな。今日も丸々先輩可愛かったなとか、先輩なんですね相手は。あとはネタとしてこんなことあって振られてん、あーもう可愛い、ふーかっこよ、かっこよ、なんであの時あんなに必死で傷ついたんやろ、で辛い経験も悲しいことも何年後かには笑い話できたら勝ちですからね。もう好きすぎる、あーダメ、もう好きすぎて私がただただ発狂するだけの動画でした。発狂するだけの動画は多分ね、これからもね何個か続くと思います本当に自己満動画は続くと思います。私の動画自体が自己満なんで、本当にこれからも森崎の自己満動画に皆さんお付き合いください。ちゃんと引っ越し後は背景も、まあそうね、白い壁に、綺麗な壁になってると思うので、はい、できたらなと思います。でルームツアーとかも、まあまあちょっとそうですね、5月明けて6月7月にはちゃんと片付けられると思うので、ルームツアーもそこそこ綺麗になったらできたらいいなと思いますので、ちょっとゆっくりとやっていきたいと思います。私の今日のこの妄想は、早い時間から上げるのはちょっとやばいかなと思うので、まあ夜目に上げておきたいと思います。はい、ということで森崎元気です。はい、ありがとうございました。
今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ボタンはここら辺に出しておきます。そして過去の動画はここら辺に出しておきます。本当の私出す系ってあんま出してないんですよね。妄想大好きなんですけど出してないので、まあお好きな動画を見てあげてください。よろしくお願いします。ということで森有里でした。バイバーイ。